こんにちは、ちゃきチャンネルのちゃきです。今日はですね、実はもう動画を撮り終わってから今オープニングを撮らせていただいているんですけれども、今日は Mac の新商品の動画を撮りました。うち新商品の動画はね、いつも家で食べて紹介してっていう形でやらせていただいているんですけれども、今回ね Mac の新商品の中にソフトクリームがあったんですよ。ペコうるさいよ。ソフトクリームを家まで持って帰って食べるっていうことは大変困難なことではないかと。多分ね、こうやって持って帰ってくると家に着く頃にはもう上の部分溶けてなくなってるんですよ。で、最初はねソフトクリームだけを店内で食べて、あとは持ち帰って家で食べようと思ってたんですけど、まあ、せっかくだったらね、冷たいものは冷たいうちに、温かいものは温かいうちにということで、今回は店内で食べさせていただきましたので、ご理解いただけると嬉しいです。で、さっきその動画を撮ってる間にね、ペコがトリミングに行ってきました。どうですかって、可愛くなりましたかって、ちょっと高いね、見てくださいって、ツンツルテンになりました。ペコはね、暑がりなので月に1回はトリミング必要だね。じゃあペコ V 振りしてくれる？それでは VTR どうぞ。いただきます。ということで、まず最初はワッフルコーンいちごミルキーのママの味を食べていったんですけども、こちらミルキーソースといちごミルキーソースのダブルソースとサクサクのいちご味のコーンクラッシュをトッピングしました。まるでミルキーのママに感じる再現度の高い味わいをワッフルコーンでご堪能いただけますということなんですけれども、ママの味でちょっと怖いかなとも思ったんですけれども、これめちゃめちゃ美味しかったですね。ミルキーの再現度がすごい高いなって思いました。で、中に練乳も入っててね、それ結構甘々な感じだったんですけど、で、この柄めちゃめちゃ懐かしくない？うちちっちゃい頃ミルキーのさ、飴包んでる紙の、なんだっけ、ミルキーの顔だっけ？なんだかが10個あれば夢叶うみたいなのあったじゃないですか。あれ必死こいつだから一番いいじゃん。あ、10個あったっつって。あれがすごい楽しみでしたね。はい。ということで食べ終わり、この時ね、そう、スプーンを見つけちゃって、スプーンで食べればよかったって思いましたね。はい、次、マックシェイクミルキーのママの味を飲んでいるんですけれども、こちら確か、うちが飲んだのは M サイズで200円だったんですけど、S サイズだと120円でしたね。これもめちゃめちゃ美味しかったですね。うち的にソフトクリームよりこっち、いや、どっちも美味しかったです。はい。次、チキンマックナゲット15ピースを頼んだんですけど、期間限定のこの卵タルタルソースと、ピリ辛ガーリックトマトソースが出てて、まあ、15ピース買ったのでもう一つつけれるよということでマスタードソースを頼みました、はい、この卵タルタルソースね、めちゃめちゃ美味しかった。タルタル好きの方はぜひぜひ食べてほしいなって思いましたね。やっぱりちょっとタルタルソースだからね、カロリーは高いんですけれども、まあ、でもその、まあ、カロリーを噛みしめながらね、まあ、やっぱりすごい美味しいので、はいはい、ちょっと何言ってるかよくわかんないんですけれども、はい、次ピリ辛ガーリックトマトソース、これもめちゃめちゃ美味しかった。これでもね、うち最初食べた時、あれ辛くなくないみたいな、いやでも辛いなみたいな、いや辛くない辛いみたいな、結構揺さぶられて振り回されちゃったんですけど、これめちゃめちゃ美味しかったですね。でも辛いのめちゃめちゃ苦手な人はちょっと苦手かも。あれ、ちょっと、難しいっていうか、ちょっと、はい。ということで次、マスタードソース、安定のマスタードソース食べていきますね。マスタードソースしか勝たん、買ったことないということで、マスタードソースちょっと関係ないんだけど、うち結構前にね、新大久保でハニーマスタードソースを買ったんですよ。で、これを動画で使おうと思いながら、ずっと未開封のまま家に置いてあるんだけど、なんか何につけたら美味しいよみたいなおすすめがあったらね、ぜひ教えていただきたいなと思います。はい、ということで、ここでね、喉が渇いた砂漠のような喉に、喉が渇いた砂漠のような喉って何？まあ、喉渇いてね、こういうシェイクを飲んだんですけど、もう食べて飲んで喉渇くみたいな。食べて口パサパサになって、シェイク飲んだらますます喉渇くみたいな状況になったので、この時にね、この黒ウーロン茶を買ってきました。やっぱりね、何、シェイクとかさ、なんかスムージーとか、なんかそういう系の飲み物ってさ、うちの中では食べ物なんですよ。すごいね、逆に喉乾いちゃう。サーティワンのアイスとかもそう、喉乾いちゃうんですよ。うちはやっぱりね、ご飯食べてる時とかは、水かお茶がいいなということで、黒ウーロン茶調達しました。はい、ということで次、サムライマックですね。おい、落としそうになった。危ねえ。このね、サムライマックが新レギュラーになったということで、炙り醤油風ベーコントマト肉厚ビーフから食べていくんですけども、このサムライマックね、うち去年の動画かなで食べたんですけど、めちゃめちゃ美味しかった記憶がしばらく残ってて、また出ないかなって思ってたからめちゃめちゃ嬉しかったです。コメント欄でもね、みんなからサムライマックちーちゃんまた食べてっていうコメント結構いただいてて、
いつ食べようかな、いつ食べようかなっていう風になってたので、そう、これを機にということで、まあこれはちょっと前に出たものなんですけれども、食べましたね。はい、また虫と戦ってますね。うちいつも外の動画撮ってると虫に襲われてない？なんで？臭いの？やだー、やめてよーということでね、あの虫を退治して、はい、チキンマックナゲットを挟んでいきます。チキンマックナゲットって長いな、チキンナゲットでいいか。この卵タルタルソースがうちはお気に入りのように食べてるんですけれども、でもどっちかといえばうちあのピリ辛ガーリックトマトソースの方、こっちの方が美味しかったかも。ちょっと辛いからね、やっぱりちょっとタルタルを挟みつつみたいな、中和しつつみたいな感じにいかないとちょっとあれでしたね。でもこのガーリックがすごい美味しかった、うちニンニク大好きだから、はい、ということで残りのハンバーガーをどん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 頬張っていきますね。でこのサムライマックね、結構サイズも大きいから、あの割とね、あの普通のハンバーガーじゃ満足しないって人もこれなら結構満足できる気がしますね。はい、どん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 あのマックナゲットを口の中に運んで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 という風にしていくわけなんですけれども、マジでさ、チキンナゲットとかポテトとかさ、ポテチとかもそうだけど、マジで無意識にどん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 食べちゃうから、もう怖い罠だよね。はい、次、炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ。これはね、うちこっちの方が好きかもしれない。どっちかって言えばなんかダブルチーズバーガーみたいな感じで、結構肉チーズみたいな、あの野菜はいらねえよみたいな人はこっちの方がいいかもしれないですね。でもこれ結構カロリー高いのよ。何キロカロリーだったっけ？625キロカロリーだっけ？結構高いんですけども、まあいいの。あのマック行ってる時点でね、あのカロリーなんて考えちゃいけない。この時ね、あのツイッターのおもろいツイートを見て、それを思い出して笑ってましたね。つぼってましたね。思い出し笑いうちすごいんだよね。ちょっと変態みたいなんですけど。はい、ということで黒ウーロン茶を飲み干して、もうこれ秒で飲んじゃった、マジでもう3秒あれば飲めるからねこれ。はい、ということで残り食べていきます。あれ、お早いの、これダブル肉厚ビーフ最後ですね。ということで、あ、これ一口でいけるかなっつって、いっちゃおうかなっつって、はい、放り込みました。でもさすがにね、詰め込みすぎですね、学びませんね。はい、ということでここでね、まあ、事件までいかないんですけれども、あることが起きたのでご覧ください。すいません、髪の毛、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。声かけて怒られるかねと思ったけど、はい、頑張って声かけたら、ここでね、近くに座ってたおばあちゃんがお姉ちゃんの髪の毛が綺麗ということを伝えに来てくれたんですけども、このおばあちゃんがね、お話が大好きな方なようで、ありがとうございましたって話が終わる雰囲気になっては続けて、なっては続けてみたいな感じで、不思議な方でした。ごめんなさい、ね、ありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はいつもと違うスタイルでお送りさせていただいたんですけども、あのミルキーのソフトクリームがね、マジめちゃめちゃ美味しかったので、気になった方は食べてみてください。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録とインスタグラムのフォローもお願いします。せーの、バイバーイ。